ピンホールピンホールはレスリングとプロレスの試合における勝利条件の一つである。日本名は押さえ込み。レスリングでは時代やスタイルによってワンカウント目が0秒の場合と1秒の場合がある。2017年現在では1秒である。単にピンまたはホールとも呼ばれる。プロレスではシングルマッチ、タッグマッチ、バトルロイヤルなど幅広い試合形式で採用される。 一般的な勝利条件である。ピンホールを奪うために、多様なフォール技が用いられる。一方の選手が、相手選手の両肩をマットに押し付けた状態で、レフェリーが片手でリングを叩き規定のカウントを数えると、ピンホールとなり、勝利が確定する。通常、アマチュアレスリングでは1カウント、プロレスの試合ルールでは3カウントピンホールが、 勝利条件となるが、試合形式によっては必要となるカウント数が異なる場合がある。JWP 女子プロレスが2カウントホールマッチと称して2カウントを数えた時点で勝敗が決する方式を用いたことがあった。これはカウント数を少なくすることで、レスラーが回復する時間を短くし、よりスリリングな試合を見せることを目的として、 考案されたもので、試験的に数度使用され、現在はトーナメント戦の延長戦などで採用している。また、SWS が5カウント制を取り入れた時期もあったが、こちらは間延びした試合になってしまい、不評を買っている。3カウントのタイミングは、2時間とはあまり一致せず、試合を裁くレフェリーによってまちまちだが、おおむね1秒1カウント程度の速さ。 なお3カウントである理由として、敵に3秒間押さえつけられた者は必ず死ぬという、戦場の起きてから由来したとされる話も存在する。ピンフォールからの逃れ方には、通常以下のような方法が存在する。また近年は、ホールされている選手が、レフェリーのカウントを取る腕を掴んで、カウントを制止させたり、タックマッチにおいて、味方選手を助けるのではなく、 レフェリーに攻撃を加えるなどして、カウントを取る邪魔をする場合もある。ピンホール以外の勝利条件としては、ギブアップ、ノックアウト、場外カウントアウト、反則勝ち等が挙げられる。また、試合形式によっては、それ以外の特殊な条件が、勝利条件となることもある。稀に、足四の、あざ固めなどをかけられた選手の両肩が、マットについている際に、 フォールカウントを取るレフェリーも存在する。肩を押し付けているわけではないので、この工房等に示された定義にやや反するが、マット状の膠着状態から、観客の注意力をそらさないための配慮と考えられる。逆に、技をかけている、はずの選手が、両肩がマットについていたためにフォールカウントを取られることもある。かつては、ジャーマンスープレックスなどで技をかけている。 側の選手の両肩もマットについていた場合は、両者のフォールカウントを取ることもあった。大技を受けたレスラーがピンフォールの体勢に持ち込まれて、カウント3が入るか入らないかの状態から逃れると、エキサイティングな試合展開となる。プロレスの試合では、観客の反応も試合展開の重要な要素の一つとなり得るため、大技の攻防を繰り返してフォール合戦となる。 試合展開が少なくない。ピンホールで勝利を収めるため、レスラーによって多様なフォール技が用いられる。また、相手の隙をついて素早くフォール技をかけてピンホールを奪おうとする行為をクイックと呼ぶ。ありがとうございます。